おはようございます、こんにちは、こんばんは、しげちです。では今回のルールはドロップゾーンやっていきます。帝国側ですね。ちょっとさっきまでこれを使ってたんですけど、ちょっと直そうか。ドロップゾーンこれにしよう。いや、ピストルだな、これだな。で、パルスキャノンとクーリングセルジャンプパックのカードでいきたいと思います。よし、もう始まってるかな。ドロップゾーンはですね、脱出ポットを起動して確保しろ。確保中の脱出ポットを守れ。より多くの脱出ポットを確保した陣営が勝利。まあ、ハードポイントみたいなね。コールブリーティのハードポイントが上から降ってくるみたいなね。感じですかね。さあ、今回から3人称視点でやらせていただきます。よいしょ。FPS チャンネルなのにね。危ない。回復したい。タレットがありますね。しまった。オッケー。ワンキル。そこにいる。あお。威力の差で負けたね。てか体力が減ってましたね、今。残念。どこ撃ってるんだい。びっくりした。新たな脱出ポットが降下してきた。うう、ちょっと撃たれたね。下か、下にいたんですね。パートナー脇。こっちに敵がいる。危ない。よわ。ちょっとパートナーさんが囲まれたとこにいたのか。外、ここはね、外側から攻めた方がやりやすいんですよね。外した。OK。いい。ジャンプバックで移動して。OK。スキル、こっちにもいる。別の脱出ポットが地上に降下した。直ちに急行し回収せよ。向こう側ですね。反乱軍が脱出ポットの確保に取り掛かっている。やつらを止めろ。ナイス狙撃。ナイス狙撃で自分で撃ちまった。自画自賛。次行きましょう。後ろから敵が来てる。後ろから来てますね。ジャンプ。味方と一緒に守りたい。抜いたい。一人ゲッチュー。ちょっと。オッケー。なんか飛んできた。あお味方がちょっとかぶっちゃったな。任せてればよかったな。任せて守ればよかったですね。反乱軍のクズが脱出ポットを手に反乱軍のクズはどこだ。外側に反乱軍一人。オッケー。外から来てる。3人来てる。痛い。ただ、隠れられなかった。いい位置は威力が高いですからね。どうでもいいよ。ポットを確保しなきゃダメだね。よし、オッケー。新たな脱出ポットが落下した。来たぞー。あ、確保したのか。
これ取る。サーマルインプローダー、これはでかいぜ。えい。逃げてった。一人で。こいつは近接で倒す。ダメだった。アパカ。アパカ。アパカ、オッケー。痛い。上から撃たれてる。おお。痛い。危ない。もう一人いた。あ、死んだ。ナイス。ナイス帝国。どうにかして止めろって。大げさ、大雑把だね。バンプボット。後ろから失礼します。オッケー。狙撃するぞ。あ、逃げてった。勘のいい人だな。勘が良かったですね、今の人。なんで分かったんでしょうかね。上に一人いる。取りいただき。やっぱ3人称してんのがちょっとやりやすいですね、自分は。FPS チャンネルというタイトルをつけながらも。ポットが遠いな。ジャンプパックはね、いざって時の緊急回避で、この銃の時は使わなきゃいけないんで、取っておきましょうね。こっちだよ。こっちこっちです。ああ、ちょうどしゃがんだ。ジャンプパック。勇敢に突っ込みすぎましたね、ちょっと。2連アッパーが決まったんだけどね。なんで今日はこのドロップゾーンをやってるかというと、バトルオブジャクーのですね、ラウンド待ちですね。敵はどこだ？オッケー。確保しろ。確保しましょう。なんかタレットがあるね。うわぁ。ちょうど、ああ。うまかったな、今の。ちょうど狙ってんのがバレましたね。ジャンプバック。たた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 、いてぇ。タレットは無理だね。タレット破壊するもん。あ、間違えた。タレットを破壊する装備を持ってきてないんですよね。敵じゃないですよ。これ倒したい。うん、このピストルはね、前回使ったやつよりはだいぶ使いやすいんで。痛い、痛い、痛い。また同じ人ですね。よく合うな。ライバルだな。あれ？うわお。また同じ人だ。やるなぁ。あの人に勝ちたいぞ。よし、オッケー。ポットに近づけないですね、さっきから。
関係ない敵ばかし倒してる気がする。このフィールドは ここぐらいまでは降りて大丈夫なんで、ここに隠れてね、狙撃とかするとなかなかいいんですけど、撃っちゃった。また同じ人、同じような考え方してますね、あの人も。やるな。こっちから行こう。彼に注意しよう。要注意人物ですね。フォースがあるのかな、あの人には。やばいね。ピックアップ、これ使っていこうかじゃない。敗北してしまった。今回は、30キル12ですですね。3人称視点にするとすごいやりやすいです、このゲーム。あー、1位の人でしたね。殺され続けたのは。この人ですね。すごい、最多キル、最多ポット起動。お手本のような人ですな。すごいな。はい。ではですね、バトルオブジャクーのインストールがやっと終わったんで、ターニングポイントという新しいゲームモードを遊んでいきましょう。これはですね、反乱軍の激しい攻勢に惑星ジャクーの帝国軍艦隊が、防衛戦を繰り広げるというですね、物語ですね。で、ジャクーってどこと思われる方がいらっしゃると思うんですけども、ジャクーというのはね、今度のエピソード7、フォースの覚醒でも出てくる惑星で、それのね、39年前にですね、こんな感じになってるんですけど、その惑星のね、39年前に、帝国軍の残党と反乱軍の戦いがまだ続いていましたという物語があって、それの再現となります。なので、映画に出てくるのはここの39年後なんですね。それを39年前を、先行体験できるということです。で、今回はですね、早期購入特典。コンシューマー版の方は、早期購入特典で、12月1日からプレイできるようになっております。で、一般の方は、一般購入の方は12月8日からプレイできますので、皆さん今やってみてはいかがでしょうか。というか、どんなものだかわかんないんでやってみましょう。巨人の墓場。第二デススターは破壊された。しかし、まだ強大な力を有する帝国軍艦隊惑星ジャクーの兵器、生産拠点全軍を集結。これに対し反乱同盟軍は情報部の力により拠点の座標を突き止め、銀河系をめぐる戦いの流れを決定的に戻すべく一大攻勢を仕掛けようとしていた。どんなマップかわからないので、どうしようかな。この通常のこちらで E11 で行ってみたいと思います。で、デッキがこれで行こうかな。参戦。すべてのコントロールポイントを守れ、時間切れまで反乱同盟軍の攻撃をしのぐことで勝利。最後のコントロールポイントが奪われた場合敗北する。了解だ。ってことは帝国軍ですね。マッチ開始までまだですよ。レッツゴー。で、一応あそこを防衛すればいいんですね。うわぁ、すげぇ。おぉ、なんだこれ。なんだこれ。なんか落ちてくる。すげぇ。まあ、ある意味映画をす、あお。ある意味映画をね、先行体験してるようなもんですからね。危ない。たたたたた。ちょっと待って。にゃ。一斉射撃流行ってますからね、今。パートナースタート。敵が確保中。あ、オッケー。オッケーか。なんだ。かけ6ってなんだ。謎だらけですね、もうこのモード。敵が6人いるってこと？
ポイントを奪われたぞ。どういうことだどういうことなんだ。殴る。ちなみに3人集中にすると殴りがやりやすいんですねとっても有効活用できますからね。あたた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 たちょっと2人は無理だな。2対1は無理だな。完全に戦場の迷子になってますけども、どうしましょう。一応出すか。TST スタンバイ。レッツゴー。あれ航空機も飛んでる。痛い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 。なんだなんだなんだ。結構隠れるとこが多そうですね、ここは。そこら辺ちょっとばらまきましたね。ばらまきましたかって感じで。ばらまきますか。黙らっしゃい。すんげえ低空飛行してる。痛い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 。まだいける。悪いね悪いねいた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 い。どこのどなた。彼か。お前にロックオン。うわぁ、やっぱり。こういうルールだとね、ウォーカーはほぼ死亡確定ですからね。降りてもいいんですけどね。オッケー。なんか交代した体力マックスの人と交代された。やるよるな。出てきたね出てこなければよかったのに。逃げろ。うわー、もう一人いた。このなんか飛び交ってるビームが演出なのか本物なのかよくわかんない戦場でんの、これ。ややこしいね。ここを防衛しなきゃ負けるんですね。了解了解。なるべくスナイパーで片付けていきたいですね。来た来た来た。うわぁ、外れしとる。ここら辺に一人いるぞ。飛び越せない、これ。なかなかね、反乱同盟軍が綱と同化しててわかんねえ。あ、一人見っけ。うわぁ、あんなとこに来たか。
結構マップは広いんですかね、これ。わ、デストロイヤー。でかい。やばい、この臨場感は。敵は最後のコントロールポイント制圧に取り掛かった。今すぐ反撃せよ。よし、オッケー。で、パルス、ライフルはですね、アップグレードしたんですぐもう一回使えます。もうちょっと待てば使えます、ね。で、結構ジャンプしたら逃げれますからね、このゲーム。あそこに スナイパーがいるな。いなくなったの。あお、なんか、すぐ終わった。まあ、2位なんですけども、なんか何をしたらいいかわかんなくて、終わっちゃいましたね。はい、それでは、反乱軍側、スタート。レッツゴー。あ、ブラスター買えばよかった。ピストルになってる。反乱軍側のあれ買ってないんですよね、まだ。通常のライフルを。だから、ピストルになっちゃってますね。ブラスターピストル。変えれんのかな？再出撃しようか、じゃあ。これだね。これにしましょう。スタート。ちょうど始まった。このボトボト落ちてきてるのか何なのかよくわかんないですね。あれ当たんのかな演出かな。人を避けて落としてるのかな。怖いな、なんか。確保せよ。仲間はどっちに行きたいんだ。裏回りして奥から攻めてみましょうかね。で、自分は特性というカードでですね、ダッシュしてもスキャンされないので、もう一騎士こっちまで行って様子を見ましょうか。おお、ダメだ、ここ。こっちに戻って戦って。でも発砲するとバレちゃうんだよね。頭だけがひょこっと出てる人がいるんだけど、ね、では後ろからやるか。彼は後ろから倒しましょう。殴って倒しますか。銃座についてるから気づかれないっぽいですね。やべ。オッケー。ドカッて。殴りましたね。さあ、もうリンプローダーは心強いぞ。よし、味方が来てくれた。来た、一人発見。ここら辺に投げる。よし、倒した。また来た。投げる。あんまり倒してない。ちょっと人数が少なすぎたな。まあ、陽動的にね、裏からこう、行ってもいいかもしれないですね。ちょっかい出すのは。そうすると敵が分散されますからね。と私、陽動作戦要員になりましょうかね。なんかいる。大丈夫か。コントロールポイントの制圧進行中。なんかいろいろ飛んできてる。狙撃態勢を作る。おお、なんだ、二人倒したぞ。二人倒したぞ、今。すげえ。あんなことってあるの？ははは、パーソナルシールドだ。あ、殴ろうと思ったんだけど、シールドが切れちゃった。あんなに確か殴りはできるんですよ。重火器は撃てないんですけど。おお、いいとこにいるね。ちょっとどいてください。よいしょ。倒し損ねたな。
たたたたたた。よし。いいとこにいましたね、パートナーさん。あ、いて。射程距離以外なの。この人についていこう。そこ狙いましょう。一緒に行きましょう。あ、いけない、ここ。よし、この人たちと一緒に行こう。連携が大事ですからね。今んとこウォーカーは出てきてないんですね。敵がいる。敵は湧いて出てきたね。ヘッドがちょろちょろ見えてるんだけども当ててないのに。コントロールポイントを攻めている。よし来た。ここに留まってればいいんですね。これを取りたい。サーマルインプローダーが来たで。よし、オッケー。さあ、敵の集団にサーマルインプローダーをお見舞いしたいんですけども。どこにいるのかな？ここ。あ、投げて死ねばよかった。やってしまった。今のちょっと投げてから死ねばよかったですね。敵が群がってる。よし、オッケー。ダイ！食らえ。続いてウォーカーを攻撃。コントロールポイントを攻めている。痛え、なんだ、狙撃された。痛え。すげえ、アップグレードされたカードの人だね、すべてが。ウォーカーはまだいるかな？コントロールポイントの制圧進行中。一個制圧できそうですね。奥に加勢しに行こう。なんかすげえ遠くから撃たれてるぞ。よし、オッケー、いただき。どこ？あそこ。すげえな。ヘビーブラスターでよく当てれるな。すごいね。コントロールポイントの制圧を開始。ちょっと右側手伝いに行きましょうか。よいしょ。行こうか。危ない危ない。結構ね、遮蔽物があるから不意打ちに気をつけましょうかね、遠くからの。あ、いた。外した。ん？後ろからやられてる？わお！狙撃。帝国軍側だったらね、誘導ロケラも持ってくるところなんですけども、反乱側はビーグルを出されると壊さなきゃいけない、ね。
左遷、あーやばい、あー危ない危ない危ない、かすめ飛んでったかすめて行きましたね、怖え。ウォーカー発見、パーソナルシールド、ほほほ、あーパーソナルシールド持ちの人がいる、おおりゃ、うわー、もっとまた後ろにいたから一人ついてきてましたね、ちょっとこれは厳しい、あー負けてしまった残念、今回は6位でございます。なかなか難しいですね、このモードは。ちょっと、でも面白いですね。新鮮な、ね、マップが新しいんで、新鮮な気持ちでね、できるんでいいですね。はい、ではですね、次回も一応この、ターニングポイントというルールをね、もうちょっとやってみたいと思います。次回は活躍できるかな。はい、では今回ご視聴くださいました方、ありがとうございました。それでは次回まで、フォースと共にあらんことを。さよなら。